ふくろチャンネル。音入っ、あ、入ってる。あ、え、もう入ってんじゃん、それ。え、配信始まってるよ。なんだよ。誰誰、こんにちは。この度、エリエール超吸収ペーパータオルアンバサダーに就任いたしました。緑巻き馬王のライバル、ピーター2と申します。嘘つけ、おい。銀河戦国群雄伝来、始まるよ。始まんねえよ、おい。おい、加減にしろよ。ルルテレレ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 もうバレてたから。一瞬大気画面映っただろ。帰るな、帰るな。ちょっと。え、これからじゃあ40万とか50万いってやんない。いや、ないないない、あるわけない。なるほどね。あるわ。ファイナルで書いてあったから。そうね。まあ、ただ50万の時はちょっと。あれ？あ、50万ってだいぶ聞いたか？おい。ラカスども。だいぶもう。ちゃんと聞いたか、おい。覚えてなくてもいいぐらい。頼むぞ。あとみんなそんな見たいか。断る。それもあるね。じゃあ今日は何すんの？企画発表しますか。出た、うん、いいやつ来い。まあ31万人ってことなんで、うん、おもうこれしかありません。あ、 31? あ、行数無双オロチ。あ、なんでまたしても第3弾なんオロチ。行数無双のオロチです。無双なのかオロチなのか。オロチ、オロチ無双シリーズの第3弾、ね、前回行数無双猛将伝をやらせていただいたんで、ロゴがオロチのロゴが入るということなんですね。やはりオロチとなりますね。普通に食い始めてるけど、うん、いいの？え、何が？こんなんで言われちゃったか。で、何が？いいでしょ、普通に食べれば。いや、なんか大事なものがない気がするんですよ。え、何？大事なもの呼んできます。え、あ、呼んできて。4人で彼だ。呼んできます。もう30万人も超えたし、もう4人でやるのさ、うん、疲れたよ。ね、疲れちゃう。4人だとちょっと物足りないかなって。喋る量も増えちゃう。確かに確かに。こういうのっていいの？あ、あ、え？え？え？今乾杯の時だな。あれ？うん。なんすか？呼んできました。呼んできた？呼ぶってだって。え？ほぼコロチャンネル生放送の準レギュラー。うん。足りない。え？マジ準レギュラーじゃん。また前も飲んだでしょ。飲んだじゃん、これ。トリスコじゃん。わかってらっしゃる。私の飲み物なんか、うん、そんなさ。はい。あ、穀物酢。あ、こらこらこら。初めて聞いたこの声。そんな悲しい顔すんなよ。え、でもないものはしょうがないですから、ね、確かに。え、やるか。え、なんこれ、なんこれ、アランミリアちゃんと買ってるから。アランミリア、加藤ミリアの親戚。アランミリア、ミリアが同じだ。アランミリア、アランミリア買ってるから。恐山の好きなラズベリーネクター買ってるから。何それ、ラズベリーのネクター。ラズベリーネクター。バナコップ使ってよ、あっちの。え、ごめんさ、そこのね。あ、これか。あれ、恐山用のあるんですか。あ、これ恐山用だよ、もうこれ。あ、三上玲子、三上玲子女霊事務所。すげえ、すげえな。三上玲子女霊事務所の作る事務所。確かに。出す時にさ、絶対三上さんはノベルティーとか作るの。めちゃめちゃケチなんだよ。確かに。特別にこれ使った。なんかすごいね。サンプルで作れたのかな、一個だけ。盛り入れる？このポスターの前でこれで飲んでたから。ただのファンだよね。ね。ここ入れた時の感じいいと思う。あ、なるほどね。これ 40% 果汁らしいんで、かなりね、濃いめです。ラズベリーの 40% すごいね。アランミリア、注ぎたいと思います。すごいよね。すごい。あらららら らこんなのもう、まずかったら許されない。確かに。アランミリア、アランミリアが乗ってたら。さあ、名前、じゃあ皆さんお待たせしました。31万人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯乾杯乾杯。プレイボー。うん、うん。あ、うわ、あ、うまい香りが。ああ、確かになんか違うかも。濃い、鼻抜けの香りが濃い。風味が、うん、香りが強いわ。やっぱりちょっとあれだね、うん、なんていうの、苦いやつ、苦いやつ、苦いやつ、ピスだっけ。
ピスじゃない。ピザじゃない。ピスじゃない。石炭のピート州。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 それは PT ではないんですけど、うん、なんか IKEA に行きたくなる海外なんかわかんないけど IKEA にすごい行きたい。舶来感ね。ちょっとわかるか。様子ってやっぱすごいね。油がすごい、ね、これを出してる業務ってこと居酒屋とかあるわけ。いやでも、ね、全然行ったことないですよ。これ、ね、これ食ったことないわ。こんなうまいのあったら名物料理マジでなるのに。名物になったらちょっと、ね、恥ずかしくない。ちょっと綺麗に持ってね、ちょっと気使わない。でも自分の手柄にするんじゃん。マスターこれ美味しいっすねって言ったらね、うん、いやいつも手仕込みで。それは言ったら言うと犯罪になる。犯罪になるの。犯罪だって。言っちゃったらダメでしょ。手仕込みじゃないんだから。何罪だって、俺にそうできる相談所に送ってくれよ。けど一回ギュッてやってからさ、油入れてるかもしれない。でも手仕込みって言っていいんですよ。ダメなの。手仕込みの法律的な定義聞かせてくださ。いや、ほんとそうよ。あー、そうそうそう。え、あ、来た来たー。なになに、これ、え、電車これあれじゃん。なにそれ、ほ、ほけ。よくないぞ。悪いこと言えば。これ面白いと思って。これなんですよ。え、そう、これこれね、鶏皮餃子。鶏皮餃子か。これ俺第1回の時からずっと食いたい、うん、食いたいって言ってて、うん、あ、今まで食べてなかったなかったんですよ。それが今回なんと手に入った。鶏皮餃子、これめっちゃバズってたんだよね、Twitter で。鶏皮ってさ、普通さ手羽先のね、うん、やつに入ってるけど、これマジの、うん、これそう皮に包んでる、すげえな、すげえな。はい、いただきます。やば。え、このままでいいんだ、味はもう、うん、え、だってま、すごい。ほんと、ただ鶏皮を巻いてるよ。すごい、グロちょいグロいね。ゆうたる、ちょいグロいです。鶏の皮で豚肉を包んでる。ゆうたるな、それはもう。そう、全部そうだから飯って。僕らの皮膚でゴリラの肉を巻いてるみたいな。違うね。飯ってそうだから。合いびきハンバーグとかもやばいから、よく考えたら。でもうまいらしい。うまいらしい。最初に見つかったやつが偉いっていう。人間の真似してるだけっていう。あ、いいな、いいなと。あー、なるほどね。こうしてたら、あー、なるほど。その後人間って楽しそうにいろいろやってていいなっていう。そのさすがだね、文豪そういうことでしょ。ゆうちゃん先生、うちが小説家って言われるのこういう時だけなんで。さすがゆうゆうだね。ちゃん先生、なんか動物のむちりげさを一個笑ってる視線もちょっと踏まえる。そういうことです。犬が人間に見せられてるのか。いい子いい子や。あー、ゆうゆう、いい子いい子や。ゆうゆうはこれだから。ゆうゆう浴室内にめっちゃ、うん、あの並んでて、うん、くつろぎチェアとか、うん、チェアみたいなのが並んでて、外気浴用のね。そこでやっぱみんなおっさんたちはもう、うん、いや、白目向いてね。いや、そう、みん全員だから合法的なアヘンクスなんですよ。ただのアヘンクスなの、ね、マジで。たまたま今の日本では法的にセーフになったけど、薬物ではないからね、一切ね。規制しようがないから。ダメって言われたらもうダメかも。ダメかもね。じゃあ、いただきまーす。おい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 、今日じゃないんだよ、おい。めちゃめちゃこぼしてんじゃねえか、おめえは。予想できません。いや、スマホにめっちゃかかってんじゃん。おいおいおい、さらくんか、お前。おい、生活防水とはいえ。いや、めっちゃ出てきた。おきょっぷってなるから多いよ。みんな気をつけて。思ったより多いは多いよ。あ、やばい、自分の配信報告しちゃうとこだった。うまっ。通報し拭いてたら通報しちゃいそうになっちゃう。めちゃくちゃうまっ。スープ出てくる、これ気をつけないと。私は、うん、結構やってない。結構やってるね。3年以上もやってる。3年以上やってる。うん、やってます。3年以上やってるの、このチャンネル。5月で4年。もうそう丸4年目に入る。え、マジで。いや、うん、あれ、いや、4年よくわかんない。え、どうやってるか。まあ、それやってるか。2019年に入る。そうだね、丸4年になる。え、4年も経ってんの、もう、うん、いや、
やべえ。いやもうなんなら割とやってる方なんじゃん、当時でさえ遅いって言われてたけど。いや遅かったとはもう今更 YouTube 通ってね、言われてたわ。すごいね、バーカって。バーカ何なんですかね、この細いのか太いのかよくわからない状態で、ずっと生かされてる。パーンと跳ねたこと一度もない。一度もないんだよな。広がったなーっていう感じ。急上昇1回だけ乗ったけど何の意味もない。かまどが謝るやつね。出た、ね、出た。何の意味もなかったもんね。そんなんで受けたくなかった。そう、受けてもね、受けてもね。急上昇と受けって関係しない。晒し上げ。コレさんの仮面も結構このまんまだよね。確かに。割と長いこと。だってさ、ずっとさ、目の周りも、ね、こっち刺さってない。眼球に。刺さるけど、いいんですよ。刺さるけど、いいんですよ。何言ってんの。これはなんか、小道具製作会社みたいなところに発注したら、うん、なんかめちゃくちゃ目がちっちゃくなっちゃって、ちっちゃいなと思ったから、私がニッパーでちょっとずつ切って広げた。残ってんだよ、まだ。よりなんかその切り方が悪かったのか、毛羽立ちは毛羽だって嫌いだと思う。なんかさ、もう牙が長くなって自分に寄ってもらっていいですか。あといい仮面、ここに寄ってもらって。ほら毛羽立ってる、ほら毛羽立ってる、毛羽立ってる、毛羽立ってるって。こっちのがやばい。こっちいいでしょ、毛羽毛羽してたって。いやいや、毛羽毛羽してんだよみんな。必死に毛羽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 して。もっとなんかもっとバージョンアップしてった方がいい。これでバージョン2だもんね。言って一応バージョン2。もっとバージョン3、もっと前から考えたら。入ってからもう結構経つよね。まあ結構5年ぐらい。え、そんな経つ。チャンネルの同じデザインで前のもあったんで、本当はバージョン3とか4とか言ってるんですけど、ね、そうなんだ。そうだそうだ、ちょっとなんかアップデートしてほしいな今年は。またじゃあ新しく作りますかね。登録登録、はいはい、登録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 。